この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら様々な企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 所長です。高橋です。仲間がいる YouTube です。あれ、いないね。いないね。てか情報が多い。多いのよ今。まずピンクだし、いつもと場所違うし、うん、どこ、眉毛いないし、いないしですね、今日ちょっと残念ながら、はい、のすけくんは別のお仕事がかぶってしまって、のすけにはのすけの冒険がある。え、ここで別れたみたいな感じになってない？なんかそれ今回実は、はい、東映の会議室をお借りしております。東映さんに来ちゃってますよ。ちゃんとした会社だからさ、はい、パーテーション用意してくれたもんね、所長と高橋の間に。いらないでしょこれこんなご時世ですから。まあまあそうか。何をね今日しに来たかというと、はい、無発声応援上映イベント、はい、取材をさせていただけると。ありがとうございます。ありがとうございます。これはすごいですよ。まあね、はい、ということで武道館の試写とかもね、はいはい、行かせていただいて、うん、まあそのね映像を見た東映の宣伝部の方が、たかしちゃんと泣いてたやんと。ちゃんとってなんですか。ちゃんととかじゃない、別に仕事したやん。仕事とかじゃないの別に。何の日か知ってる、まず。いやもう今日は10月1日、うた、ん、ちゃんの誕生日を、そしてそしてのすけさんのライブの日です。コーギル中将の誕生日ですね。そっちか、はい、他にもいたね。去年のの、のすけの役割なんだよ、ここ。プルーバ絶対、はい、コーミルとモージって言ってくれたんで、はいはいはい、今日いないんでね。ちょっと欲しいね。所長が代わりに言っておきます、はい。今ちょっとご時世上ね、はい、声出して応援とか、うんうん、ルフィとか歌とかスタンピンドの時やってたんだけどね、はいはい、ちょっとできなくなっちゃっているので、うん、拍手だったりとか、はいはい、ペンライトを振ったりとか、うんうん、っていうことができると、はい、いうことなので、スタッフさんあちらをお願いします。お来た。高橋くんにも今日見てもらうために、はい、ペンライトをね。ペンライト、はい、わーすごい、すごいよ。上映中ずっと手元見てなきゃいけない。もうこうやってってことだこうやってね。あ、でもレッドのカラーちゃんとありますよ、ちゃんとレッドで。あ、そう、もう、はいはいはい、そうそう、そういうことよ。だから、はい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 、楽しみ方のおさらいしますじゃん、はい。まず、うちはタオル、ペンライト、サイリウムなどの応援グッズの持ち込みは大歓迎、はいはい。でも後ろのお客さんに迷惑にならないように振ろうねと、はい、あんまりこうダーってやんないでね、はいはい。そして拍手手拍子も OK、はい、曲に合わせて振り付けで盛り上がるのもあり。あ、これはあ、もう新時代じゃん。じゃあやったぜ。そう、こうでしょ。そう、あ、もうそう、こうでしょ。後ろのお客さんに邪魔なんない。ああ、じゃあそこで気をつけてね。 NG 行動もありまして、はい、発声を伴う応援歌唱、柿類などの持ち込み。そんなやついる。でもダメだよ。後ろの座席を応援グッズなので遮る行為、はい、まあさっき言ったベポはダメってことですね。そう、ベポダメです。あ、ダメだ。開いちゃダメです。ダメだ。上映中に座席から立ち上がる行為、飛ぶ、跳ねる、座席を叩くなどの行為、通路でのご鑑賞、映画予告編本編の撮影のほか、本編上映中の館内の様子の撮影録音、またはその写真音声の SNS 投稿、撮影禁止なので今日の取材はできません。たかしがただその格好で応援上映をして終わりです。うん、まあまあいいか。見るならいいか。楽しいか、これで楽しめんなら。実は公式でこんなものを配布しております、はい、スタッフさんお願いします。はい、出た、これだ。はい、こちらですね。はい、うたライブイン映画館ビンゴチャレンジという、はいはいはい、ツイートされてましたね。そう、無発声応援上映を楽しむためにミッションが実はご用意させていただいてるんですね、はい、うんうんうん、実際の映画を見ながら書いてあることをやってみようと、はいはいはい、ということですね。はいはい、真ん中だったら新時代でペンライトピンクにする、はい、もうこれだ。そう、最初これでね。そうそうそう、もう最初からだから、うんうんうん、その他にもこう内容に関することですね、うんうん、ローと一緒にシャンブルズとか、ね、あ、これできるわ。みんなで一緒に負け惜しみですよ。あ、もうそれはこうじゃん。うもうそれはこうじゃん、うん、それ大事。あとこれ面白いね、ロブルッチの、はい、音声が切れませんに合わせてペンライトをチカチカさせようっていう、これ絶対作ったやつ悪ふざけだと思ってる。ちょっとやっぱこれはこう一般のお客さん向けじゃないですか、うん、はいはい。クルコンプ当たり前。当たり前、もう上回ってほしい。上回る。なんかない、新しいコーナー。新しいやつ、いろいろありますよね、そのキャラクターの。ベックマンと一緒に弾止めるですよ。黒ないからな。黒あればよかったね。黒がな、そう、黒ないから。黒意味わかんないもんね。暗闇で黒意味わかんないから。とか。でこれシャンクスの時に、うん、あの歌がナイフ刺すじゃないですか。ここだ。はい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 。ナイフとしてルフィバイバイって言うじゃないですか。うん、僕その後もうやりたいです。え、一人で。そう。バイバイ。パシュ。でそれからの心の中でタタタタ。あの
の荘厳な音楽ね。たーたーたーまで一人でここはやります。みんなちょっとニヤッとしてるんですよね。歌を久々に見たから。こうやってみんな。そう、あそことかね。で最後のシャンクスと一緒に覇王色出すね。抜きで来い。顔ね。顔です。で一瞬赤赤をちょっと出せたら。なるほど。自分で追い込んでくね。追い込んで。いいね、あとゾロ出てきたらやっぱ3分。あとゾロ出てきたらもちろん。最後だって戦うとこさ、もうゾロ緑にしてさ。緑が出てこない。こうやってやってるでゾロも切りかかっちゃうしこれも。こうやって。あマスクはしてて。うん。あーあ迷惑迷惑行為退場あやばい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 。あとあのゴッド犬おじさんらしき人が出てきたシャドゴッド犬あやりたいですね。リンゴのあリンゴのランキーパート事件で死に安く対応だよもうやりたいですね。名前は分かんないその人いる名前は分かんないけどなんか謎のコービーが出てきた時ねほうきみたいね。でその後のおい英雄俺は能力を使いすぎたお前から伝えろってそっちもう全セリフのことだまずね東映のマークが出てきたら三角をでその後ろに石田さん全部やるやんじゃん全部やるやん、なんて楽しみ方ができる、はい、楽しい楽しい、 いや楽しみ上映になっております、はい、なんとそして今日はその後にイベントもあるんですね、うん、はいはい、はい、そうさっき言ってたように、うん、なんとコーミル中将がねコーミル中将来んのそうもううわーってなるミルクを探しになる歌のねバースデーイベントなのかな、はい、こうちょっとこうトークを声優さんたちが繰り広げてくれるということで、はいまあ、そこまでね、はい、高橋くんはちゃんと見ることができます。来れなかったね仲間ゼロ5のみね、うん、申し訳ないんだけどね。まあ、その代わりあの之助さんが来れないっていうその犠牲を伴ってます。犠牲を伴ってる尊い犠牲のことにそうそうあるんでうちも。じゃあフルコンププラスアルファ目指して楽しんでいきましょう。いきましょう。どの人英雄じゃよ止めたモルフォーでしょ全ミュージック君が起こすマジック目を閉じれば未来が開いていつまでも終わりが来ないようにってこの歌を歌うよ You wanna be リアル圏ギリギリ綱渡りみたいな旋律認めない戻れない忘れたい夢の中にさしてみんなやっと会えたね。うただよ。出た牧よしみ。歌役の夏香香織です。よろしくお願いします。こんにちは、ロミー役の新津千世です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。すごい。わあすごーい。歌、誕生日おめでとう。ありがとうございます。はい、ということで。ゾロがいる。いやー、楽しかったね。楽しかった。やっぱ。もうなんかこう普通に映画を見るのももちろんさ、はいはい、こうグッと入り込んの楽しいけど、はいはい、また違う参加するというそうですねもう一部になった感覚でしたなんか、ね、本当にそういう楽しさがあるよね。楽しかった。じゃあちょっとビンゴね、はい、高橋が覚えてる範囲で、はい、いやこれね、うん、もうフルいけましたよ。行った私は最強だった。曲はもういけてるもんね。もちろん曲系は全部いけてます、はい、でバトルシーンですけどこれもルフィめっちゃ応援しましたし、ね、でゾロやってたでしょ。これゾロやったやつでしょ。で負け惜しみもうなんもういろんなシーンあった中でいろいろやりました。でチキンレースもジュースもうオレンジにしてオレンジだけちゃんとしてるちゃんとやりましたから。でララバイ
バルトメイパーリアも何回もやったでしょ。でラストしっかりこれもやった、でこれもやった、やったやった、これちゃんと止めましたから。いや止めるとこまで止めるとこセルフで全部ちょっとね全部一人で確認していきましょう。これはもうむしろみんなやられてましたね。もう全員が3時の拍手はレディーを、ね、助けました、ね、レディー助けたとこ、はい、本当によかった。チカチカできて、チカチカはもうやったね。信じてこれ真ん中ねちょっとペンライトもありますが踊りました、ね、踊れた。ただあのこの枠内なんで、できてるかどうかすごいこじんまりと海賊をやっつけよう、みんなで反対、はい、やりましたね。グーグルパンチやったベポやりましたね。ベポのやつやった。面白音楽で世界の続きやった UTA やりました。ヤロードのケルトやった、うん、待ってこれが、うん、興奮しすぎて怪しいですちょっと今まさかのここが一番簡単そう、一番簡単そうだけど、そうなんかもうこの直前があのゴードンの名シーンで、あーそうかそうかそうか、泣いてでウソップがルビーってなっての、うんうんうん、いろいろもうひっちゃかめっちゃかのとこでめちゃくちゃのシーンで多分俺涙拭いてたかもしれない普通にそう応援上映やばすぎてすごい人だな。この辺はもう泣いてた、めちゃめちゃ。よし、やろうな、気合い入れろ。ゆうたちゃんはね、会えたやったでしょ、はい、とっても時間やった。やさかにのまがたまもちろん黄色にしてやってからのジャジャジャチェンジ悪いんだかまでやりました。完璧。シャンクスのところやって、でローシャンブルズもできた。でここが分かんなかったけど、とりあえず海軍出るとこは、うん、基本青にしてこうやってやってたんで多分大丈夫。いけましたね、これクリアだね。クリアですわ。なんなら、うん、プラス何点かいってるもんね。いやね本当にずっと何かしらやってたし、うん、あと所長の頭にあの映像伝電虫出るたびにこうやってましたからね。そうやってくれた所長も楽しかったから。所長ちょっとねペンライト持てないからさ、代わりにこうやってたから。加算で言ったら結構加算されてますよこれ。これちょっとね点数後で、はい、しっかり確認したいと思います。高橋の点数何点、これがねもう基準点だからもう全国の。じゃあもう高橋からね、みんなに、はい、もう仲間ゼロ号のみんなにもちょっと応援上映の良さを、はい、再度最後アピールしてもらって。わかりました。本当に僕これ初めて来たんですけど、うん、めちゃめちゃ来てよかったです、うん、まず普通にやっぱ映画見るとやっぱ違うのはもちろん違うんですけど、うんうんうん、なんかその感情の高ぶりがまたより大きかった気がしますね。またね違うこうベクトルでというかね。そう、うん、やっぱその思いっきり拍手していい時のはいはい、拍手の熱の入りようがより自分の感情とかだからね。普通に映画見てるとさ、つい拍手したくなるけどあダメだみたい な, そうなんでちょっとこう自分を自意識みたいなところが出てくる時あるけど、 それがないってことだもんね。もう自意識を一回取っ払って全力で感情を乗せて拍手した時に、うん、また自分の感情が大きくなってさらにねこう頂上効果でもうゴードンの最後やばいっす、うん、もう11回目なのに爆泣きしました。あそこ逆にだから何回も見てる人にこそ言ってほしいっていうところあるよね。この体験はしていただきたいですね。こと今後もね全国の劇場でやる機会もあると思うんで、はいはいはい、ぜひねぜひ皆さん行ってほしいと思います。これだから僕がやったので、うん、のすけさんを元にしてその点数を教えてほしいですね、うん、確かに。そののすけは自分のねセルフプライベートでセルフダメだよ撮影しちゃダメだからダメだからでちょっとねもともとちょっと高橋には言ってたんだけど、はい、最初ね、はい、このイベント、うん、なずかさんが登壇されてたじゃないですか歌役の。はい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 。なずかさんにインタビューできるかもみたいな、はいはい、話を高橋のすけには言ってたんだけど、はいはい、ちょっと仕事でね、いやそうね、そう次の仕事が入っちゃって、はいはい、ちょっと来れないということだったんですが、はいはい、代わりといってはなんですが、はい、東映のスタッフさんが、はい、ちょっと感想を聞きたいと。
ほう、この応援上映を、はいはい、考案したスタッフさんが、はいはいはい、ちょっとたかしの生の声をね、僕の生の声でいいんですか、フィードバックさせていただいて、だからもうその真ん中をゾロのサントリーにしてくれとかでもいいんじゃない、あ、もうあとはもうおじさん入れてって言います、ね、そうおじさん入れて、そうおじさん泣きぼたないよじゃよってみんなで、俺しかやってなかったんじゃないか、多分俺全力でやったんですけど、でしょうね、うん、やってたら逆に怖いけど、あ怖い、フィードバックを、はいはい、オリジナルのコマをね、そうそうそう、はいはい、あ、ちょっといい、ね、せっかくねやってもらったんでという、はい、インタビューをしたいと思うので OK です、ちょっと一回、はい、また控室に戻りつつ、また上の準備ができたら上に行きますんで、了解です、よろしくお願いします、お願いします、はい、もうちょっとかかります、すいません、終わった感がちょっといい疲労感で、本当ですね、確かに行ってもおかしくないですよね、おー、どうぞ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 、あれ、どこでしょう、あ、それです、あ、あ、これか、やっと会えたね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やっと会えたね、うただよ、ちょっと待って、ちょっと待って、いやいや、ちょっと、なんでやばいやばいやばい、起き上がってください。おーい、ドッキリ大成功、拍手。いやー。はい。高橋君。びっくりした。ちょっと待って。高橋君、時間がもったいないんでちょっと席についてください。ヤギさんは、ヤギさんは。ヤギさんはここにいます。ヤギさん。はい、私もいます。ね、ちょっといない。名塚さんもいます。名塚さんじゃないと思ってたから。はい、ということで、サプライズゲストの名塚かおりさんです。拍手。うわ、すごい。本物だ。わ、すごい。ではちょっと一旦落ち着いて次に。いや、落ち着けるか。所長の本体の方見ないで。本体の。あ、本体。あっちの所長見て。大体本体見ちゃうね。本体。高橋が左側。こっちから見て。あ、今その後ろから。あ、私ここ。はい、すいません、名塚さんもじゃあちょっと席に、スタッフが今所長を運びつつ名塚さんのパネルをいただきますということで、改めましてね、はい、サプライズゲスト、はい、歌役の名塚かおりさんです、拍手、よろしくお願いします、先ほどまでねイベントにも登壇されていたんですが、ということでここで1本動画が終わります、はい、ここで終わるのねそりゃそうだわ、そう、そりゃそうだわ、次回、はい、名塚さんとの濃いトークを高橋が繰り広げると、ちょっと今からでものすけさん呼ばない、大阪からそうね、呼びたいね、呼びたい、ただね、のすけにものすけさん来れないって言ってあるから、じゃこれ見て知るんだ、そう、これ見て、えっ会えてるって言わないんだ一旦あのいつものちょっと締めがありますね、名塚さんもちょっとご一緒していただけるとありがたいんですけども、はい、ではいつものやついきたいと思います、はい、次回もこの動画に仲間がいるよ、かわいい、ワンピース仲間がいる YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます、高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします、それでは次の動画でお会いしましょう、次回もこの動画に仲間がいるよ。